田島屋グループは、昭和30年、西暦1955年、創業、沖縄県内のショッピングセンターに、多店舗展開中、田島屋、にて取り扱い商品の、説明動画となります。実店舗、通販にて、販売しています。詳細は、概要欄を、ご確認ください。今回のご紹介商品は、ブランド、栃木レザー、シリーズ、RF、バイカラー束入れ、形状、長財布、ランドファスナータイプ、品番、0137A、カラー、赤茶、04、ネイビー、08、ブラック、01、サイズ、横、20、縦、9.5、センチメートル、素材、革、ブー革、表、栃木レザー、ブオーノ、内側のバイカラーの革は、姫路産の革を使用。栃木レザーについて説明します。栃木レザーは、栃木県の丹那は、なめし革業者である、栃木レザー株式会社が製造しているヌメ革を指します。ヌメ革は、植物性のタンニンを使って原皮をなめし、表面加工をほとんどせずに仕上げたもので、一般的にはブー革です。一方、化学薬品、塩基性硫酸クロムを使ってなめしたものをクロム革と言います。栃木レザーは、昔ながらのなめし工程で作られており、同社では、原皮の仕入れからなめしまでを、自社工場で一貫して行っています。職人が伝統的な製法で、時間をかけて作っていることが、最高品質の理由です。魅力は、本革が持つ、しなやかさと、タフさ。シンプルながらも、経年変化、エイジング、した時の味わい深さと言えます。今回のご紹介商品は、表に栃木レザーを使用し、内側のバイカラーの革には、姫路産の革を使用。シンプルな財布ですが、長年使い込むことにより、味わいが出てくる商品です。詳しく見ていきます。前面、背面、ファスナー持ち手、ラウンドファスナー開閉。開くと、カードや紙幣の位置がすぐにわかります。カードポケット、6、フリーポケット、1。カードポケット、2。インジャパンの打刻。カードポケット4、フリーポケット1。小銭入れ、ファスナー式。
菓子として、数年前から栃木レザーを使用したプロダクトにのみに与えられるタグ。今回のご紹介商品に、こちらのタグがついています。最後までご視聴いただきありがとうございます。